アイマから新しく発売されるバイブレーションプラグ、ダイキリ。このルアーね、ものすごい性能を2つ持ってます。まずダート、非常にね、簡単にダートができる。バイブレーションプラグって、まあ、ダートさせて食わせるというのは今もう当たり前になってきていますけれども、このダートさせるときにどうしてもラインスラックを利用して緩めてパンって貼る、まあ、こういうアクションを入れてダートさせなくてはいけないですけれども、このライキリに関してはロッドのアップダウン、アップダウン、もう非常に緩い入力で十分ダートしてくる。これがね、何よりこのダイキリの魅力。もうね、アクション的には入力的にはこの程度で十分ダートしてるんですよ。実はパッパッ、もうほとんどリフト&フォールですよね。これでね、十分ダートしてくれる。もちろんそのスラックを使ってパンパンってアクション入れればキレのいいこう飛ぶアクション、スライドアクションもする。クイックなオンオフ、そのスラックを使ったポンポンポン、よくあるこうスライドさせるアクション入れればよりこうクイックな移動距離の狭いダートをしてくるんですけれども、これでね、もう移動幅狭くてピンピン飛んでる感じ。まあもちろんバイブレーションですから、ただ巻きでもしっかりと小気味よいバイブレーション振動を手に伝わってくる。まあ、その3つですよね。ただ巻きのバイブレーションアクション、そして大きく大きく竿を煽ってリフト&フォールをして大きく和やかなダートをさせてあげる、そしてこうパンパンというよくあるこのダートアクション、ルアーを飛ばすアクションを入れてよりスイッチを入れられる、まあいろんなね、こう使い方ができるバイブレーション。これはね、今まで僕長いことこの業界いますけれども、こんなバイブレーション見たことないです。まあ、それが一つ。そしてこのルアー、飛行姿勢がすごくいい。バイブレーションプラグってこう扁平なボディ、こう薄っぺらくて平たい、まあ、こういうボディのせいでこうキャストした瞬間、こう空気抵抗を受けてしまってぐるぐる回ってしまう。まあ、せっかくこう重量があってよく飛ぶルアーなのに、空気抵抗でこう飛行姿勢が乱れて飛ばないっていう経験、皆さんよくすると思います。しかしこのライキリはピシッとこう綺麗にね、飛んでてくれる。もうね、空気をこう切り裂いていくかのように飛んでいく。自分がね、投げててあれ上手くなったんか俺キャスティングがみたいな。まあ、バイブレーション投げるのって少しコツがあって、そのコツをうまく利用すると綺麗に飛ばせるんですけれども、ライキリは誰がどんな風に投げても飛行姿勢がものすごい安定している。よって飛距離がものすごい出ます。すごいよ、もうね、ブレない。コーンワンの釣りもそうなんですけれども、こう特にこうストラクチャー打ちをする釣りなんかでは左右のブレっていうのはなければないほど精度が上がるんですよね。まあ、バイブレーションってスッってこうね、横スライド、飛行中もこう横スライドしてしまうことが多いんですけれども、このライキリに関してはまっすぐ空気を引き込んでてくれる。まあ、重量が比較的こう軽め、
ですので、もうズドーンとは落ちない、鉄板バイクのようにズドーンと落ちてしまうことがないので、車道エリアなんかでも非常に使いやすい。特にこうダートアクションを入れてると水面直下こうダートしてくる。そしてもちろんシンキングですから、沈めればしっかりと沈められるし、その深いところ、深いところでダートさせることも可能。いろいろなね、こうアングラーの手数が増える、まあ、そんなバイブレーションがこのライキリだと思います。